花エム彼と。うわ。アンドブルーム。うわ、タイトル言ってくれんの？ちょっと構えてたのに、花エム彼とアンブルームみたいな感じでちょっと構えてたのに言ってくれんの？あ、こちらのゲームですね。10日前ぐらいかな、8月の8日とかに、発売されまして。こちらなんかエピソード8とかまでだったら配信実況動画可能ですよ。エピソードがいくつまであるのかという、まあ、各それぞれのメンズに多分エピソードがあって、まあ、8章までエピソード8まで、これエピソード8でクリアなのかな。でこちらのゲームですね、フラワーショップで働く彼、あー君らはみんなフラワーショップで働いてると、その彼と恋人であるあなた、あ、すでに、あ、すでになのね。花に笑いかけるように甘酸っぱい愛情を注いでくれる彼との日々を描いた心の癒しをお届けする恋愛シミュレーションゲーム、花がつなぐ恋物語をお届け。ただなんかさ、結構エンドの数あるっぽくない？なんか大、なんか選択肢とか多分あんのかな、ちゃんと分岐とか。これ彼選べるわけ？ちょっと待って、押すね、行くよ、もう。ちょ、ごめんね、長くなって。ニューゲームスペシャル、ちょっと待って、一応まあまあ初めからなんだけど、これ待って、選べんの？ちょっと待って、何、始まったぞ。花。そうだけど、花。それは植物が成長する中でつける美しい生命の形。まあ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 。季節の移ろいを感じさせ、心に色鮮やかな彩りと豊かさを与えてくれる。うん。けれど、ただ美しいだけではない。ほう。他に？人は花の姿に様々な気持ちを乗せ、愛し。育んできた。とある町の駅前にあるフラワーショップ。あ、ここね。フィルフラワー FF。あ、FF 街から失礼いたしました。色とりどりの花々が並ぶこの店には、花にまつわる物語が存在しています。この4つの、4つの物語ってこと？これ。新しい花の情報が解放されましたみたいな。何？一つは幸福の花、ブルースター。これが？年下で一生懸命な彼と。恋愛に臆病になっている彼女。あ、ここのエピソードってことですか？うん、ちょっと顔がまだ見えないね。誰かを信じることに傷ついた二人が、うん、本当の幸せを見つける物語。おお、いいのこれ。何？またミモーザ。あ、いいじゃん、ゴスペラーズ。本当の恋を知らない彼と。かっこよ。自分の心に不器用な彼女。うわー、セクシーボクロタイプね。あの口の下というか、素直になれない気持ちを抱えた二人が、うん、秘密の恋を育む物語。なるほど。いやー、これらのエピソードを全部見せていただけるってこと？来たよ、もう一個。アネモネ。あー、色いいね、これね。鈍感で臆病な彼と、お、諦めない強い意志を持った彼女。かっこよくない？ちょっと待って。互いに思いながらもすれ違う二人が、うん、心通じ合うまでの物語。一毛北斗。これさ、キャラクターボイスもうちょっと上げらんないのかな。ちょ、キャラボイスだけ上げて、その背景の BGM だけちょっと下げるぐらいの調整欲しいな。やっぱキャラボイスをメインに聞きたいからね。何これ、難点。はあ。恋心を振り積もらせた彼と、うん、くすぶる感情に翻弄される彼女、うん、あ、結構さ、女の子もそれぞれ、まあ、いるわけじゃないですか。もちろん焦がれる熱を抱えたままの二人が、お、憧れを現実に変えるまでの物語。いや、気になるね、それぞれのエピソードって。気になるんだけど。花に笑いかけるように甘酸っぱい愛情を注いでくれる彼との日々。来た、これらでしょ今。花が笑むほどの、お、愛しい思いをあなたへ。うぅー、なに、ちょ、花エム彼と、うん、アンドブルーム。ちょっと待って、商品紹介。あ、なに、ちょっと待って、商品紹介、まさか。あ、これは花がつなぐ恋物語、なんか書いてあったね。なに、始まる？オープニングムービーを除くだから、オープニングムービーはやっぱ公開は許可されてない。これはオープニングムービーは見らんない。いやー、私だけすいません。今オープニングムービー流れたのよ。あー、これはね、やっぱでも、まあでもこれ多分あの公式の YouTube とか、まあそこら辺で動画として出てると思うから、それ見ればね、あ、こんなやつなんだってわかるけど、ちゃんとね、この公開可能な範囲っていうガイドラインあるから、これに従ってね、まあゲーム起動からタイトル、今のとこまでは OK じゃあ。で、チャプター0。チャプター 0？
なこれってさ、もう選べんの、ちょっと押していい、ちょっと待って、押していい、オートセーブって言われてもね、ちょっとどこでセーブされてんだこれ。え、ちょっと待って、あーはいはい、今から選べって話、通り渡る天真爛漫なムードメーカー、みんなの弟分、19歳、身長は鬼高だね。ちょっと待って、この子は、はいはい、セクシーボクロタイプ、女探しで軽い腹黒王子様、26歳、179センチ。いや、みんなやっぱ身長高いな。ちょっとこ、彼は誰だ、南天也、クールで無口でも言葉はストレート、おー24歳、175センチ。なるほど、これじゃなかった、めっちゃかっこよくないみたいな、声低めの一毛北斗、鈍感だけどまっすぐで優しい兄のような存在、27。みんな若えね、ほんと。まあそうだよね、こういうゲームだ、そりゃそうだよね。まあでも上の人も設定上いてもね、いいかもしんないけど、姉もね、北斗って書いてあるわ。うわー、これ選べるってこと、マジ、え、ちょっと、え、どうする、おお、どうするよこれ。いや、ちょっとマジでちょっとどうしようこれ。いや、いや、めっちゃ、まあ全部ね、結局、まあ一通りはもちろん見させていただくんですけど、順番に。いや、まあでも、一毛北斗、姉もね、幼馴染の彼。まあ、いや、どうしよう、これ順番とかある、いや、一毛北斗、やばい、いいですか、ちょ、いきますよ。一毛北斗、一毛北斗、え、いきます。OK。一毛北斗ルート開始、いきます。え、なんすか、ええー、嘘、名前変えられる、え、これなんて、なんで、春吉風花っていうの、え、あ、え、いや、え、別にあの名前があるんだったらそれでいいですよ、もう、うん、一毛北斗の彼女でしょ、春吉風花、いや、いいですよ別に、その、いや、なんかあえて変える必要ないというか、なんか、あ、なんかだって春吉風花なわけでしょ、いや、でそれか別になんか変えたところ、ラブパワー花沢、こちらで行かせていただきたいと思います。まあこれ別にさ、でも変えなくても変えても別に変化はないというか問題はないですよね名前でよろしいですか、ラブパワー花沢、そうです、うん、え、チャプター1来た、変わらぬ冬うらら、ほう、え、これ自分で押すのかな、あ、ぽいね、え、見られるの、メニュースキップオート、メニューっていうのはどうやって選ぶんだ、あれメニュー、え、あ、ちょ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 、待って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 、で、カタカタ、俺のののボイス再生ある、え、ちょ待って、一回帰ろう、これで、はいはい、年が明けて新しい一年が始まった、おお、芸春を祝う空気が薄れ、街が日常に戻り始めたその頃、私が毎年楽しみにしている日がやってくる、え、何、え、門松や正月飾りを横目に開店準備を始める、あー、そう、はい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 、そういうこと、仕事始めのために駅へ向かう人々とすれ違い、え、弾んでしまいそうな足取りをなるべく抑えて、それでも緩んだ頬はそのままに通りを進むと、うん、あれ、もう何、仕事先、え、ちょっと待って、働いてんじゃなかったっけ、ここでみんなそういう設定、あ、違うわ、ここで彼が働いてて私は違うのか、私は今幼馴染だったもんね、私の大好きなお花屋さんフィルフラワーにたどり着く、彼、いや違う、何、どうした、誰が呼んでんのこれ、え、あ、私のことね、ラブパワー花沢、え、自分で語ってるだけか、23歳の商社に勤める会社員だけど、あれ、幼馴染って言ってなかった、あれ、一毛北斗何歳だったっけ、にあれ、一毛北斗23だ、え、まあ、いい、まあ、いいか、私の会社はまだ年末年始の休み中だ、ほう、だから一足早く休みが明けたお店一番に向かい、オープン作業中の幼馴染に声をかけることだってできる、え、世界で一番大好きなお花屋さんで働く世界で一番大好きな人にひょー来るか、ホクちゃんって呼んでんの、ホクちゃん、お、早いな、もう来たのか、え、ちょっと待って、花沢のとこなんて呼んでたあ、これ本当本来だったら下の名前で呼んでくれるはずなのに、なんか名字呼びみたいになってるけど、もう来たよ、え、これさ、ボイスちょっと上げたいな、本当に、私はこの声も世界で一番大好き、温かくて優しくて、その声を聞くたびに胸の奥から笑顔がこみ上げてくる、ほう、その笑顔のまま私はなんとか23歳の女性らしさを取り戻してペコリと頭を下げた、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします、お、
新年の挨拶はとっくに済ませただろ。いやまあまあそれはなんか LINE とかかもしんないけど、直接やっぱこうやって赴いてよ、面と面を合わせて、面と面を合わせて、やっぱこうね表情を見ながらよ。今 LINE、 あ、ビデオ通話、 LINE のビデオ通話かな。え、形式上必要でしょ。フィルフラワーのショップマネージャーさん、ショップマネージャーなんだ。お、いらっしゃいませ。お、今年も一番乗りだな。いや、一番乗りに結構命かけてたからね。え、なんすか、フィルフラワー、桜が森な、なにこれ、桜が森で合ってる、店ショップマネージャーであり、そして私の幼馴染であるホークちゃん。一毛ホークとは姿勢を正して笑った。ほう、彼の言う通り家が隣同士の私たちは、あ、隣なんすね、すでに新年、あ、そういうことね、もう、あ、実家住みなのお互い、それで家族ぐるみで隣同士だから挨拶し合ってるみたいな、そういう感じ。すでに新年の挨拶を交わしたけれど、私は機会を見つけてはこうして幼馴染じゃない一人の女性のラブパワー花沢をホクちゃんに見せるようにしていた。ああ、その理由なんすか、ホクちゃんに女性として、いい、え、え、え、ちょっと待って、彼女、恋人じゃないの、女性として意識してもらいたいから今年も頑張らなきゃ。え、ちょっとどういうこと、どういうこと、え、恋人なんじゃないの、 まだなの、あくまで向こうは幼馴染としてしか見てないってこと。今世界で一番大好きなこの人は私のことを女性としては見てくれない。いやー、何、いつだって私は彼の幼馴染でしかなかった。え、いや、こっからじゃあ女性として見てもらって、こう彼ピッピ彼女っちになっていくと、そういうあれでしょ。まあでも選択肢とか多分あんのかな、やっぱ。だから今年こそはと今日も意気込んで来たものの、はあ、予約してるんだから、予約、こんなに早く来ることないんだぞ。予約とかあるんすか、花屋で。え、ホクちゃんは話しながら店の掃除に戻り、私は今日もがっかりしてしまう。え、そうだけど一番に見せたかったから。ちょっと噛んでるよ、ラブパワー、ラブパワー花沢、ちょっとやっぱね、こういうがっかりすると噛む癖があるんですいませんね、ほんとね。私が年始早々オープン前の人気のないフィルフラワーを訪れ、人気、あ、人気のないか、これ人気のないって呼んじゃった、人、オープン前だから人気がないね。うん、そうよね、人気ない、え、人気ない店なのってなっちゃった。今フィルフラワーを訪れるのも、このやりとりも例年と何ら変わりはない。いいけど、仕事中だし期待してないけど、ホクちゃんだし。まあね、ホクちゃん鈍感なんだろうね。この辺で待ってればいい、それともこっち。店に入ってていいよ。マジで寒いだろ。え、いいんですか。え、うん、ホクちゃんの掃除を見てる、掃除を見てる。ほら頑張って、手が止まってるよ。いや、君が来たからね、手が止まってるよじゃない、君が来て相手してるからよ。一毛ホクとはそりゃ手止まんのよ。はい、はい、うん、そう、そりゃそうだよね。不満はあってもそれは些細なこと。私が毎年早起きをしてここへ来るのには理由がある。年明けの店をきれいに吐き清めることが数年前からホクちゃんの習慣になっているからだ。他のスタッフが出勤してくるまでに店をピカピカにし、気持ちよく新年を始める。え、すごいじゃん。え、ショップマネージャー、フィルフラワーのショップマネージャーになってからというもの、それは毎年続いていた。いや、すごい、すごいね。これ逆の立場、私がフィルフラワーショップマネージャーだったら、こんなに朝早く出勤して、え、これ何、残業代というか出るんかなみたいな、これ大丈夫で出るんかなってな、そんな意識まるでなさそうな顔してるもん。あの純粋そうな顔見て、そんなもう闇にもう飲まれたような顔してない。もうまあまあまだね、これからかもしんないから、闇に飲まれるのはまだ若いからね。うん、私はホクちゃんのそんな静かな努力が好きだったし、それを黙って見守るのも好きだから、この時間は1年のうちでも今日しか味わえない特別な時間だった。なるほど、そうね、今日だけだもんな。こう、本当はもっと特別な二人になりたいけど、まあまあまあ、慌てない、慌てない、あ、まあ慌てるよね。私はエピソード1だけど、君はエピソードもういくつか分かんないもんね。今はこの時間でも十分、大好きなお花屋さんで大好きな人と過ごす二人だけの特別な時間。え、まあそうだよね、他のスタッフが来る頃にはもうこの時間終わってしまいますから。はい、来年もこうして過ごせるといいなと。いや違うのよ、来年はもうこういう感じやな。まあそれね、恋人同士になったとしてもこれやる続けるのかもしんないけど、まあ同じ状況でまたこれダメよ、同じ状況で現状維持になってしまいます。それはよく、来年こそはよ、こそは違う感じでね、うん、行かないと、ほら
で、明けましておめでとうございます。え、今年もよろしく。ちょっと待って、出てくんの？あ、てっきり出てこないのかと思ったら共通で出てくんの。おめでとうございます。お、よろしくお願いします。ああ、いやいや、どう、え、なになに、知られてんだ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。いつも通りの銀ちゃん、新年から元気いっぱいの渡るくんと。あ、もう結構顔なじみなんだ。まあ幼なじみだしね、一毛北斗とは。え、フィルフラワーのスタッフである須川銀之助こと銀ちゃん、はい、通り渡ること渡るくんとはもちろん顔なじみなんだ。もう一人の子は誰だっけ。足しげく店に通う私のことはスタッフ全員が覚えて、全員覚えてるらしいよ。いや、すごいね。いや、まあまあそうなるわね。もう毎年来てんだもんね。まあ他の期間も来てんでしょ。だからこうして挨拶をするのもいつものことだ。それじゃ、え、今年最初のお客様、え、ご予約の商品をどうぞ。何予約してたの。やった、ありがとうございます。オープン直前になり、私はようやく朝早くに店へ来た。もう一つの理由である予約の品、これあれじゃない。まあちょっとあえて言いませんよ。あのオープニングにあったよね。え、小ぶりの木箱にお花をふんだんに詰め込んだお正月の限定商品、その名も、え、なにこれ、これなんて読むの。ふっか小箱、なにこれ。え、わ、フィルフラワーのオリジナルアレンジメント、これなんて読むの。災難を避けて福を呼ぶ、縁起のいい草花を美しく飾ったものだ。え、新しい花の情報解放。え、これなんて、アネモネ詰め合わせかと思ったんだけど全然違う。ちょっと待って、いや、あれでしょって、あえて言いませんよとか言ったのに、アネモネ詰め合わせかと思ってたんだけど、なんか全然違わない？お正月らしい赤を基調にした華やかなピンクの菊、春を呼ぶ福寿草を生き生きした、刃物やゴールドの飾り物が彩る。去年は可愛らしい感じだったけど、今年は少しシックな感じ。これも好きだな。一番乗りの喜びを感じながら、私は店の隅の方に身を寄せる。おう。え、何、まだエピソード1だから、まだ全然ね、まあこういう関係性なんだなっていうところの紹介的な感じ。フラワーショップフィルフラワーは間もなくオープン。駅前の一角に立ったこの店は様々な花を取り扱い、幅広い客層に人気だった。これなんていうものだから、ふっか小箱のように季節に合わせた特別な商品も取り揃えているので、いつ行っても違う楽しみがある。それと北ちゃんをはじめスタッフのみんなが毎日心を込めてお花を用意してくれているから、こんな素敵なお花屋さんついつい通っちゃうよね。いや、なかなかさ、こんななんか若え男の子たちがさ、こんな揃ってる花屋ないよね。もうすごい、いや、いい店なんだろうね。通っちゃうね、こんなね。ちらほらと店の前に並ぶ、おっと、もうお客さんが並んでる。現れた。店の中はいずれにぎわうだろう。その様子を見守れることが嬉しかった。え、福花小箱、すごい数の予約が入っててびっくりしましたよ。福花小箱って、ありがとうね、教えてくれて。君いいやつなんだね。なんだっけ、渡るくんだっけ、それなんて読むんだっけ、通り渡るくんだっけ。いや、いい子じゃん。読み方教え、福花小箱っていうの、了解、次から OK。 ちょうど私の近くに福花小箱専用の台が置かれていたので、受け渡しを担当する予定の渡るくんが私に話しかけてくる。でしょ、去年はすぐ売り切れちゃったから今年は数増やしたって言ってたけど。小箱が夢に出てきそうって銀ちゃんが言ってました。増えたからね。これは簡単な手伝いしかしてないから、人事だけど数が多かったからだ。でも絶対助かったと思うよ、お疲れ様。新年早々ねぎらわれるの、嬉しいお年玉だな。おいおい、こんな返しできる。お疲れ様って言われてういっすしか言えない。多分もうこんなんさ、人見知りのかけらもないみたいなさ、これ逆だったら本当にういっすしか返せないところを、新年外ねぎらわれるの嬉しい、お年玉、この返し、ちょっとメモっといて、これ使おう。これまだね、あの年末年始まだだけど、渡るくんはスタッフといっても元アルバイト、現在は正社員になるための本社でのインターン中。上がるんですか、そういう制度あるんだ。ちゃんと正月明けの今日はそのインターンの業務の一環として福花小箱を販売の立ち会いに来ている。君は、君、北斗さんからお年玉もらう。私ね、花澤ちゃんラブパワーちゃんの方で呼んでもらえるかな。お年玉、まあまあまあ、何、その現金じゃないお年玉ってこと。
さっき今みたいなね、ねぎらいの言葉だのどうだのみたいな、そういう類のお年玉のこと。接客の合間に私をからかってくる銀ちゃんに口を尖らせる。私もう23歳なんですけど、お年玉なんてもらいません。それは失礼しました。いや、もらいますよ。でもカラオケ行ったんでしょ。え、北斗さんから聞いたよ。え、二人で。うん、家族。ああ、そういうこと。家族同士の恒例行事。ああ、じゃあ、ま、本当に何人もいたんだ、そこに。二人っきりとかじゃなくて、もう10人とかいたかもしんないレベルなんだ。みんなでご飯食べたりお酒飲んだりしながら、開会と閉会は全員で同じ歌を歌うの。何歌うの。え、仲良すぎでしょ。何歌うのか教えてもらえる。え、すごくないですか。だよね。幼馴染とは聞いたけど、うん、家ぐるみで仲いい感じ。いや、そう、隣同士なのよ私たち。だからもう本当に幼馴染だから、ちっちゃい時からそういうのが続いてて、もう今も23歳になったら今もそうなのよ。うん、隣同士だからね。うん、そう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 、家が、うん、先に言う、ごめんね、先に言っちゃってね。家が隣だからね、両親たちだけで出かけて、たまに朝まで帰ってこないこともある。両親たちだけで朝帰り。あー、結構飲んだりしてんのかね。すごーね。え、本当だよ、そんな付き合いあるんすねみたいなね。え、会話するうちにまた新しいお客さんがやってきて、二人は接客に戻っていく。あー、今にこうやって来てくれてんだ。私が邪魔しに来てるにもかかわらず相手してくれてんだわ。え、そろそろ邪魔になりそうだし行こうかな。あー、まあまあそうね、オープンもしたところだしね。福花小箱をはじめ、冬の花が店に並ぶところを眺めたくて居座っていたけど、スタッフのみんなが気を使って話しかけてくれるのが申し訳ない。あー、そういう気持ちはちゃんとあるんだ。どん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 来たぞ。もう一人の人だっけこれ。静かに店を出ようとしたところで、今度は天野くん。知り合いなんだちゃんと。もう天野くん呼びしてるもん。顔を合わせた。うん、え、なんだ。あ、うん、明けましておめでとうございます。今ちょっと膝曲げた。今ピョコってしたけど、なんか明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、うん、北斗さん。お、宅配便届いてます。あ、なんか君無口とかって紹介されてたっけさっき。え、この子かな無口。年が変わっても相変わらずポーカーフェイス。あ、こっちのストーリーも気にならしてくるわ。この一人のさ、ストーリーだと他の男が出てこないのかと思いきや、ちゃんとみんな出てきて、あ、じゃあこっちの男の彼女との関係性というかストーリーどんな感じみたいな、もう気になってるもんだって。南天也くん、わたるくんが来るまでは男性スタッフの中で一番年下だった。あー、なるほどね、そうなんだ。ホークちゃん曰く熱い心を持った人らしい。私にはまだそういう一面を見せない。天野くんはちょうど荷物を運び入れるところのようだった。すれ違いに出て行こうとしたけれど、荷物を下ろした天野くんの声がちょうど耳に入る。何ですか。ほとんどお年賀だと思うんですが、一個だけ誤送があって。まずいじゃないですか。え、誤送。おーおーおー、なになになに。これです。どれ。住所は合ってるけど、うん、打ち当てじゃないっすね。あら、何ですか、どこ当て。気になって振り返ると、ホクちゃんが宛名を確認しながら苦笑いしていた。何ですか。椿の店、有沢小勢宛てになってる。誰。電話で確認してみるが、うん、間違いないだろう。え、うちにももう一つ同じお年賀が届いているから。なになになに、椿の店、有沢子誰なの。他の女。え、椿の店は隣駅にある。あ、隣の駅なんだ。同じフィルフラワーの系列店だった。有沢小勢は呼び捨て。え、椿の店のショップマネージャーさんの名前で、私も仲良くしてるからすぐにわかる。ちょっと逆じゃない、さんつけるやつ。有沢小勢さんは椿の店のショップマネージャーで、で、いや、なんか、いや、まあ名前でって書いてあるから、まあ、でも有沢小勢は言うちゃってる、これ言うちゃってる、これ間違って。うん、住所だけうちの店にしちゃったんでしょうね。なるほどね。転送しますか。まあ隣駅だから私届けてきますよって。ラブパワー花沢がここで多分シャシャリ出るんだよこれ。いや、え、あいにく中身は賞味期限が短めのお菓子だ。俺が昼休憩にでも持っていく。いやいやいや、それだと休憩がなくなっちゃうから、仕事的にそのね、うん、やばいのよ、ちゃんと休憩させてないねってなるから、あの監査が入った時とかまずくて、まあ言わなければそうなんだけど、でもさすがにそういうのを黙認しちゃうと、これからそういうのが当たり前になって、昼休みなのに行動しなきゃいけないんですかみたいな、仕事なんですけどってなっちゃうから、他の子に負担もかかるし、これはやっぱり昼休みじゃない方がいいと思うのということで、ラブは花沢が行くことになると思うよこれ。
これから店が忙しくなるだろうことを見越してホークちゃんはそんなことを言った。いくら隣駅とはいえ、それではそうなのよ、ホークちゃんの休憩の時間なくなっちゃうんだよね。そう、椿の店は何度も言ってるし、私はもう帰るだけ。来たよ、シャシャっちゃうんじゃないのこれ。うわ、トラブっちゃいそうじゃん。うわ、こう、ちょっと待って、選択肢こういう選択肢なの、口を挟まない。でもシャシャ、あくまでこれはホークちゃんと私のストーリーですよ。だから口を挟まなかったらホークちゃんが自分で行くことになるじゃないですか。で、私が届けるってなったらホークちゃんの休憩時間確保できるけど、私が届けるにあたってミスをした場合よ、ミスった時にホークちゃんとの関係性がもう最悪みたいな、ほんとちょべり場になるんで。でもなんかこれはさ、こっち、うわ、でもゲームだからこっちのさ、いい方を選びたがるじゃないですか。選ぶのよ結局。よかったら私が届けるよ。梢さんにも新年の挨拶したいと思ってたんだ。いいのか？いや責任大丈夫、ちゃんとマジで届けられる？なんか紛失したり電車に忘れちゃったいけないってならない？大丈夫？暇だから平気だよ、連絡だけ入れておいてくれる。なんかちょっとベテラン感出てない？なんかベテランぶってない？ラブパワー花沢、なんか大丈夫？分かった、連絡しておく。悪いな。マジで新年早々梢さんにも会えるなんて運がいいと思わない？もてなしてくれるかもな。おう、あの人なら。そのお菓子でお茶するとかあるんじゃないの、もしかしたら。でしょ。箱から取り出した荷物を持ちやすいように軽く包んで渡してくれる。ほう。その間もホクちゃんはやっぱり申し訳なさそうだった。ああ、まあそうだよね、明日になっても構わないとは思うんだ。いやでも期限が近い、生菓子だかなんかだっけ、お菓子だからね、そこはお年賀だもの。そうだよね、そのやっぱその日のうちがいいよね、やっぱ年始に届かないと。私は今日暇だから気にしなくていいよ、ついでだから歩いていく。大丈夫？まあ電車に忘れることはないけど大丈夫？なんか、ちょっと、いや、危なくない？歩いていこうかな。これから連絡を入れてもらって昼前に着けばちょうどいい頃合いのはずだ。ほう、本当ですか？冬の散歩も嫌いじゃない。のんびり歩こうと店の出入り口に足を向けた時だった。なに？まさか来るんじゃないの？全然来なかった。梢来ちゃうんじゃないのと思ったけど来なかった。私の背中をホクちゃんの優しい声が追いかけてくる。そういえば、初詣いつ行くか決めてなかったよな。おう、週末でいいか？週末とか大丈夫？休みよ、本当に。接客業でしょ、週末休めるの？まあ私がね、商社のなんかだっけ、だからまあ年末年始とか土日祝休みのはずなのよ私が。それに合わせてくれるかもしんないけど、こういうお店はやっぱ土日祝が忙しいんじゃないの？そういうわけでもないの？大丈夫？次は日曜がお休みなんだっけ？マジで？それまでにお使いのご褒美考えておけよ。今回のね。後で連絡する。どうしようかな。まあでもこれがうまく遂行できた場合の話ですから、これに関しては。後でね。チリチリン。ホクちゃんはご褒美と言ってくれたけど、私を送り出してくれる笑顔も初詣の約束も、私にとっては全てがご褒美のようなもの。いやーそうっすよね。まあまあもうあえてご褒美考えなくてももうすでにみたいなね、二人で過ごす時間を想像するだけで胸が温かく満たされた気持ちになる。これ本当に付き合って、だって恋人って書いてあったけどね、あのパッケージというかね。まだお付き合いはしてないのかな、ちょっとで、まあ、そこら辺も見えてくるのかもしんないけど。今日はいいことばっかり、今年はいい年になりそう。軽い足取りで私はフィルフラワー椿の手に向かった。何？歩いてんだ。早くね？明けましておめでとう。着くの早いし、思ってた梢と違うな、容姿が。ギャルやないかい、もう完全に。椿の店のショップマネージャー有沢梢さんが私を出迎えてくれる。もうなんかちょっと有沢って聞いたから、なんかね、単発メガネをなんか想像しちゃってたんですよね。でも全然違う人出てきた。華やかでいかにも大人の女性の風貌をした梢さんは、ホクちゃんに言わせると迫力があるそう。まあまあまあ確かにね、そういう、ただ見た目と内面が違うというギャップ萌えの要素ももしかしたらね、あるかもしれません。これ、その迫力のまま私を大歓迎してくれた。
おねんが誰やざす。あ、どうぞゆっくりしていってください。え、あのさ、さっきのさあれだよね、もう3キャラぐらいいたのよ。あ、そういうことね。こっちで働いてんだ君は。なるほど。なんて読むの、なんて読むんだこの人。顔見知りの人。あ、スタッフ宇津木ちかしくん。これ覚えられるかな。ちょっともうこれ以降振り仮名ないからね。ちかしくんね。はい、了解です。元気に店を歩き回る彼は稼ぎ時だと張り切っており、他スタッフも総力で接客に当たっていた。私と梢さんが仲がいいことを知っているから話す時間を作ってくれているのであろう。あー、そう、優しいじゃない。心遣いがありがたいな。新年早々お使いに時間を割いてくれるなんて、なんてけなげでいい子なの、涙が出そう。涙が出そうじゃない、めちゃくちゃ笑ってるけどね。梢さんにも新年の挨拶をしようと思って。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくされなくてもよろしくするわ。そういえば、一木が連絡をくれたんだけれど、事前に連絡しといてって言ったから。私がそこで梢さんは声のトーンを、なんだ秘密の会話、何トーン落として私に囁いた。何ですか。新年の挨拶もなしに、あいつがそちらに行くから対応を頼む、店を出たら連絡をくれ、っていうのよ。あ、梢さんには新年の挨拶がなかったんだ、北斗から。え、まさか待って、あなたも北斗狙ってたりするタイプ。ちょっと待って、まだ私と北斗が付き合ってないとしてよ、一毛北斗が付き合ってないとして、え、私がそういう関係になれたらいいなみたいな思ってた感じだったじゃない、エピソード的に。え、狙ってるタイプ。え、取り合い。北ちゃん挨拶忘れてたんですか。私が忘れてるわよって言ったら、言うんだ。ついでみたいに挨拶してきたわ、ちゃんと指摘するんだ、そこね。最初の挨拶重要だけどみたいな。まったく、一家の最優先はいつだってあなたなんだから。何、結局何。あ、取り合いじゃないじゃあ。心配しなくてもお使いくらい普通にできるのに。本当に、新年になってもあの過保護は変わらないわね。まあちっちゃい頃からね、まあ小さい頃はね、今では私はね立派な商社マン、商社ウーマンになってますけど、あのちっちゃい頃はね、やっぱりそれこそ頼りっきりだったから、その名残なのかもしれない。まあ私の方がね、今となっては頼もしいんですよ、あの子よりも。なんだけどやっぱ名残かもしれない、それは。二人で顔を見合わせて笑うと、梢さんの笑顔がへにゃっと崩れてしまう。どうした。どういう。相変わらず可愛い。どういうなんて、あ、え、笑顔が崩れるっていうか、なんか急に悲しそうな表情して深刻な話でも始めるのかと思ったら、何よ。むさ苦しい一義にはもったいないわ。むさ苦しい。私の妹にならない。え、こっち。え、一義北斗狙ってんじゃって、こっち。まさか妹にならない。梢さんの妹なら喜んでなっちゃう。有沢花さん。コンビ名じゃん。お前コンビ組んでんじゃん、もうそれ。何かと思ったな。え、これ5時かなと思ったら自分で設定したんだけど、名前有沢花沢になったらもっと大人っぽくない。いや、それは大人っぽいとかじゃなくて、ただのコンビ。あの有沢花沢になったらコンビになれるのかな、だよそれは。やだ、大人っぽくなんてならなくていいのよ、そのままで十分魅力的。いや、ちょっと、ま、何なのそれ。有沢花沢。え、梢さんは私のことをベタ褒めしてくれるけれど、実のところその昔私は梢さんに嫉妬したことがあった。あ、北斗との関係が仲良かったんでしょ。今もそうっぽいしね。なんかそれがなんかイチャイチャしてる、イチャコラしてるみたいな風に見えるみたいな感じじゃないの。え、梢さんは北ちゃん同期。あ、じゃあこの仕事からの知り合いなんだ。なんか高校とか大学の知り合いとかで、同じ就職先とかではなくて、もう本当にこの職場というかね、この会社というの、まあ、この系列のね、そこから出会いなんですか。最寄りの系列店で働く2人は接点も多かった、同期だしね。おまけに女性らしく綺麗な人なので、北ちゃんと並ぶととても様になる。はあ、え、大人っぽい、霞んでるよ、なんか大人っぽい、お似合いのカップルって感じで羨ましかったな。その頃を思い出すと未だに胸がチクリと痛む。まあちょっとこれはやっぱりね、北ちゃんと私がお付き合いしてようやく、まあそれで安心できるかはさておき、まあとりあえずはでもね、まあそういうもやっとボールしなくて済むんじゃない。でも今は梢さんのことが大好きだし、比べて卑屈になるのはやめた。ああ、それがいいと思うよ、やっぱ。というのも梢さんがこの通り明るくて付き合いやすい人だということもあったし。ねえ、今日
いてるヒール、うん、すっごく似合ってる。あ、本当？色のチョイス完璧じゃない？マジで？からし色かな？何色なんだろう？ヒール？小杖さんに褒められるの嬉しい。実はいつもよりヒール高いんですけど、歩きやすくて気に入ってます。高いのに？ヒールが？ヒールが高いのに歩きやすいの？どんなヒール見して、ちょっと見たいんだけど。え？ヒールの部分にもさりげなく装飾がある。見てほしくてくるりと体勢、姿勢を変えてかかとを上げる。あー、おしゃれポーズ。やだ、何？後ろ姿見せてくれるの可愛すぎ。どういうこと？うん、椿の店のマスコットガールとしてここに住みましょう。住む。一芸が迎えに来たら、うん、私が追い返す。おいおい、ちょっと一芸を追い返すのは、ちょっと一芸は追い返されるとね、私困んのよ。マスコットガールはいいんだけど、追い返されたら困るわけ。小杖さんの好みは可愛らしくて小さなもの。あ、ピカチュウとか好きなタイプだ。そして私をひたすらに可愛がってくれる人だったから、これほどまでに私を、ね、猫可愛がりしてくれる人にいつまでも嫉妬し続けるほど私は幼くない。おお、そう、成長した。少なくとも今は。だから私は小杖さんを姉のように慕っているし、椿の店もまた心地の良い場所だった。へー、そう、帰ってきた。お兄ちゃん、誰？これがいい。え？これお母さんも喜ぶよ、絶対。あ、兄弟でお母さんにお花買いに来たの。じゃあこれにするか。おお、そうするか。じゃあ誰、わしは誰、そうするかって。第三者入っちゃった今。そこへやってきた幼い兄弟に目が止まる。うん、兄弟は二人だけで店に来たらしく、兄は財布を握りしめ、妹は並べられていた。あ、出た、福花小箱。それ手に取った。それ いっちゃう。それ、あら、かわいい。うん、子供がね、ちょっとそれでも若干、それさ、君だからまだいいけど、おじさんが言ったらアウトだからね。おじさんが、ああ、かわいいね、子供みたいな言ったらアウトだから、君だからいいんだよ、まだ。お母さんへのプレゼントかな、えらい。小杖さんと一緒になってこそこそと見守ってしまう。すると、母親の誕生日プレゼントにすると、会話が聞こえてきた。あ、誕生日なんすね、もう結構年始が。ますます微笑ましい気持ちになる。ところが、何ですか、トラブルやめて。あれ、え、値段がすごいんじゃない、福花小箱って。だってこういう時のね、詰め合わせよ、ね、やばいと思うよ、ね、出しちゃう私。いや、そうでしょ。レジで会計額を聞いた兄の顔色が変わる。どうやらお金が足りないようだった。彼が焦って財布の底を見直していると、妹がポケットからポチ袋を取り出して500円玉を足した。え、足りなくない、それでも。なけなしのお年玉なのだろう。え、足りるの。二人でお金を出し合ってプレゼントを買おうとしている。うん、それは伝わってくるけれど。うん、どうした、洗濯機か。100円足りない。でお兄ちゃん、うん、足りない、やばいわね。うん、いやいや、多分ね、今財布の底すごい人差し指の爪とかでカリカリしてるけど、多分出てこないのよ。それカリカリしても出てこないから、100円は。妹がギュッと兄の手を握って引っ張るが、何度見直しても空は空で、見ていたこちらの胸が痛くなってしまう。どうする。レジ対応していたちかしくんだっけ、ちかしくんまで焦っている。それを見た私は思わず近寄って男の子の肩を叩いた。おっと、100円払っちゃうのか。どうするんだ、これも選択肢なんじゃないか。え、はぁ、この対応もメモですよ、これ。あの、私が100円出してあげるっていう、あ、押し付けじゃなくて、落としたことにすんの、これ。ねえねえ、さっき落とさなかった。床に転がってたよ。これはラブパワー花沢の100円なんすよ、これ。100円玉を彼の手のひらに乗せる。すると真っ青になっていた彼の顔色が一瞬で変わった。え、ありがとう。いや、本当はもう元から足りてないのによ、これ。100円、うん、これで買える、いけちゃう、これで。買える買える。うん、やっぱね、あれ、あの消費税がね、うん、昔は消費税なかったっすから。だって 3% になって、ってなったら 10% だから、これのせいだよね、100円足りなかったのも。うん、無事お会計は終わり、私を含めその場にいた全員が安堵した。二人の兄弟は大事そうに花を受け取り、帰り際私にもう一度お礼を言った。ありがとうございます。いや、いいんやで。うん、ありがとうございます。いいんやで。うん、お母さんにね、ちゃんとプレゼントするんだよ。うん、いいえ。でも、ありがとうございますは拾った、ありがとうってことになってるからね。まさか私の100円とは思ってないから。これすメモですよ、この対応。仲良く手をつないで帰っていく二人を見送っていると、背後から小杖さんがつついてくる。やったね、あんた、みたいな。
見てたわよ。やだ。あなたが自分の財布から出したところ。何ちょっとやめてくださいよ。あげるって言ったら遠慮しちゃうかなと思って。うまいな、やっぱそう。いやすごいね。なるほどね。ほんと優しいんだから。うん。でもおかげであの子たちが悲しい思いをしなくて済んだわ。うん。ありがとう。いやなんかさ、選択肢かと思った。この100円を私が足すのか無視するというかね、黙って見守るみたいな。まあさっきもあったじゃないですか、それ系の。え、というかさ、これ届けなかったらどうなってたの、これ、このお菓子を。そんな風に褒められてしまうとつい本音が口から溢れ出てしまう。何？なんだか昔の自分たちの姿が重なって放っておけなかったんです。何？以前の私とホクちゃんを知っている梢さんの前だからこそ漏らしてしまった本音だった。なんだの、そのエピソードは。いつか手を握り合い兄弟のように同じ時間を過ごしていた二人は。ああ、そういうことね。今もまだ姉と妹のまま時間を共有している。私はあの頃からずっとホクちゃんのことが好きなのに。いやー、え、あ、びっくりした。もうエピソード2かと思った。夕食後に自室へ戻ってからふと窓の外を覗く。え、2階の窓からは家の庭が見え、母と私で手入れしている花壇の様子も確認できた。うん。え、また花の情報。ビオーラ。今年の冬はビオーラとカラーリーフが占領していて、野菜は春になる前に大根の収穫を終える予定だ。ほう。花と野菜が気ままに育つラブパワーラブパワー家、ラブパワー家の庭。毎年季節ごとに違うものを植えている。そうなんだ。けれど一つだけ例外がある。え、もうすぐ肥料の時期かな。明日お店に寄ってみよう。今年も綺麗に咲くといいな。え、姉もね、ここで来たわ。ついに専用の花壇を用意した姉もね。なんか特別な意味があるんだ、二人の間で、というかね。え、姉もねは決して育てるのが難しい花ではないけれど、子供が育てるなら話は別だ。お、なになに、昔の4歳になる前のこと。今の家に引っ越してきて隣に住んでいたホクちゃん。あ、4歳になる3歳の時ってこと。その時に引っ越してきて隣がホクちゃん。あ、そういう出会いね。そして引っ越しの挨拶の際にホクちゃんは私に紫の可憐な姉モネをくれたのだ。え、なのにすぐに枯らしちゃって隣に聞こえるくらい大声で泣いちゃったんだっけ。聞きつけて心配してくれたのはホクちゃんだった。ホクちゃん、そんな時からの付き合いなんだ。ホクちゃんは泣いていた私を慰め、花の時期が終わった姉モネの株を分けてくれた。それからはどんな風に姉モネを育てるか私に丁寧に教えてくれた。ああ、いいじゃん。そういうのきっかけですごい会話というか交流生まれてんだ。一撃とラブパワー系家族ぐるみの付き合いが始まったのはそれからだ。私とホクちゃんは兄弟のように、お互いの両親は友人のように仲良くなり、ね、朝帰りしてるらしいからね。今もその関係が続いてる。え、ってことはもう20年ぐらいってことっすよ、これ。それこそ今日、椿の店で見た兄弟みたいに、仲良く手をつないで歩いていたのも、その頃からのこと。ホクちゃんは4歳年下の、あれ？幼馴染ってそう、え、あ、別に同い年じゃないんだ。やっぱそうだよね。ホクちゃんって27ぐらいの表記だった気がしたんだよね。そうだよね。4歳年下の私のことを一度も面倒がらずに、いつだって優しく世話を焼いてくれた。時には子供らしいおまじないを口にして私を元気づけ、そばにいてくれた。ねえ、ふわふわくるりって何？痛いの痛いの、どっか行っちゃえ。あ、そういうのしてくれたってこと？今思い出すと可愛らしくてくすぐったい気持ちになる。年下の女の子を励ますためにホクちゃんが真剣につぶやいたおまじない、花が枯れた時、転んで泣き出した時、辛いことがあった時、あー、どれも全部やってくれたの？それ、いつからかその言葉は口にしなくなったけれど、今でもあのおまじないは私の心を支えてくれている。いいじゃん、それちょっと久々にやってほしいよね。まあさすがにもう27では無理よってなるんだろうけど、今ホクちゃんからもらった姉モネも一人で立派に育てることができるし、もう私は妹じゃない。こういうことですよ。もう私はもう妹ではないぞと。まあもう昔からね、そういう目でしか見られてなかったけど、いや違いますよ、私はもう一人のメンズとして見ていますと、女性として見てほしいわけですよね。なんだこれ。うん、私だけはずっとホクちゃんのことを一人の男の子、あ、もう最初からなの、一人の男の子として見てた最初から。あ、お前時代の時期からもう そうだったってこと。兄だなんて思ったことはなかった。あ、そう、あ、最初からだこれ。
アネモネカラーなのかな、あのクマちゃん。あれ猫か、ぬいぐるみも。カーテンもそれっぽい、紫っぽいもんね。花壇から目を離し、スマホに視線を移すと、奥ちゃんから連絡。なんだ初詣の、あ、違うか、なんだ、あ、そうだよね、週末の初詣の時間を決めるメッセージ。事務連絡のような短文だったけれど、私にとってはデートの約束だった。そうでしょ、そう思ってるのは私だけ。いや、ほ、そう、いや、そう思うかもしんないけど、ホクちゃんも意識してるかもしんないよ、もう。もしかしたら、え、誰よりも優しくて頼りになって、でも決して振り向いてくれることはない大好きな人。いやー、でもね、ホクちゃんからこう、来てほしいみたいな気持ちあるでしょう。まあ私から気持ちを口にするのはたやすいかもしれませんが、やっぱホクちゃんから来てほしいみたいなあるでしょう、やっぱね。それが私の隣に住む幼馴染のホクちゃんだった。エピソード1を、あー、ちょっと待って、これ何、自動で、え、ちょっと待って、自動で進行しちゃう、これオートセーブっていつ入るの。